ってるな。あの、振っちゃったから。すごく良かったんで、本当に、本当に軽くなって、本当に燃費。チェーンの調整のやつね、外しました。あとはこいつ外してやればフリーになります。で、こいつを引っこ抜けば車輪が取れるっていうことですね。簡単に取れちゃいます。ほら取れた。あとはこいつをね、引っこ抜いてやればそれで OK ですね。よし、じゃあ抜きますか。ここ忘れてた。こいつも抜かなきゃだった。ピンで止まってるから、こいつをまずは抜いて、で、それからネジ外すという具合ですね。はこっちも綺麗だな。くにくにじゃん。くにくにだ。大丈夫だね。これもちょっと削れてはきてるけど、別におかしくなってる感じは全然ないな。大丈夫でしょう、これ。大丈夫だよね。
全然傷んでないな。よし、うん、きれいきれい。じゃあ注油しますか。大丈夫っすね。あ、やべ、ここはちょっと気をつけないとなんだよね。ブレーキのとこだもんね。危ねえ。間違って垂らさないようにしないと。汚れもそんなないよ。一応どうしよう、拭き取っておくか。やっぱ黒いな。改めて注油入れ、クリスベート。プロケさん、大丈夫だね。大丈夫でしょう。注油。塗りすぎても良くないんだろうけどね。まあミニ四駆じゃあるまいし、多少多かったってそれよりも錆びたりすることの方が嫌よと。よし、 OK で、今度は反対側だ。ブレーキですね。これ減ってないよな。いいのか。全然減ってないぞ。ちょっと待って、カチンコチンじゃないですか。そんなにカチンコチンなのこれって。そうか、大丈夫だよね。大丈夫だね、1万キロ経っても。そうですか、そうですか。じゃあまあこれはこのままでいいな。ここだけあれか。あ、でもこれは大丈夫だ。硬いね。大丈夫だ。ベアリング入ってない。よし。じゃあ次はチェーン元に戻してチェーンの調整だな。チェーンカバー外しちまうか。Thank you.
これ分かんなくなっちゃうんだよな。あ、こっちだこっちだ。ここにメモリあるわ。こうだ。で、こっちがギャルね。ここがメモリだ。だからこれは反対側にこうだ。カラー汚いな。入るよね。よし、入る入る。オッケーって。よっと。タイヤがあって、こいつがさっきカポーンと外れてたスプロー系。で、このここにこのちっちゃい部品が入って、カラーが入って、で、チェーンの調整のやつがここに入ってめんどくさいね。チェーンの調整のやつ、カラーのやつで、スプロケでタイヤっていう具合ね。で、反対側はタイヤがあって、ブレーキがあって、で、こういうカラーが間にこう入って、で、チェーンの調整のがここに入って、で、全部突き通して最後にボルトと。ちょっとでこれ大変なんですよ、はめるのが。ちょっと頑張ります。まずは、シャフト、棒をね、この突き通すやつ綺麗にしてベタベタにしていきます。よし、ビトビト、ビトビト。ふう、やっと抜けてきたぜ。最後のところはきついよね。足とか入れてやる、楽なんだろうけど。これ簡単にやる方法ないんですかね。いつも思うんですけど。腰痛い。しょった。はあはあ、よーばー、まったく疲れるぜ。よし、取った。とにかく取ったよ。はあ、さて、ここまでクリア。もはや、ここまでクリア、あとちょっとです。あとは、チェーンかけてね。チェーンかけてないよ。これじゃ走らないよ。ああ。チェーンかかってねえじゃん。やり直しだ。これじゃ走りますね。走るわけがない。チェーンかけないと。よし、迎える。
った。はい。ああ、でも初めてやった時に比べると随分速くなったな俺な。えらいえらい。えらいえらい。よし、あとはチェーンの調整ですね。チェーンの調整です。ご存知のようにですね、こいつがチェーンの調整用の金具になります。このネジをねこうやって回していくと見えるかな、これを回していくとこれがこっちに引っ張られて、こっちに引っ張られて代わりにチェーンが張っていくっていう仕組みですね。これ緩んだ状態、タワンタワンです。タワンタワンだけど、これ回していくとこっちパンパンです。これで調節していくわけですね。で、なおかつですね、前回やって分かったことは、これ今チェーンが左に向かってこう曲がってるの分かりますかね。こう左に向かってこうクニョンって、まっすぐじゃないんですよ、クニョンって。これをできるだけまっすぐにしてやると、そうするとチェーンがガシャガシャ言ったりとか、まあオイル刺せばね滑らかになっちゃうんですけど、ガシャガシャ言うのが止まったり、燃費が上がっちゃったり、いいこといっぱいあったんでそれをやろうと思います。なんでまずはある程度、これある程度ね隙間がない程度に締めて、でそれからこのタイヤの傾きを調整して、こいつができるだけまっすぐになるようにしてやろうと思います。まずは目測で大体いくつ目、一目盛りだね。おっ、よし、今大体まっすぐです。でここで秘密兵器ですね、ディン、チェーンアライメントツールを買ってきました。いくらくらいだったかな、1500円くらいだったかな。これ毎回思うんですけど、袋めちゃくちゃしっかり閉じてありますよね。バイクの工具ってコンピューターとかなんか、なんだろう、他のと違ってやっぱやんちゃな子がなんか持ってっちゃうからでしょうかめちゃくちゃ頑丈なんだよ。出てきた。よし、使い方を呼ぼう。はあ、あそこに挟んで、で、ああこういうことね。こう挟んで、で棒がまっすぐになるようにすると。チェーンラインとアライメントロッドのラインズレがないか確認します。OK、やってみよう。ほんと笑っちゃうぐらい頑丈だよな、この袋がな。なんなんだろうこれ。あ、ここまた別なの。そうかそうか。よいしょ。OK。で、これを緩めて、棒を通して、通んない。もうちょっと緩めて。これを軽く締めてやって、うん、閉まった。なるほど、まっすぐだ。で今度はこいつを緩めて上にカポーンとつけてやるということらしいな。カポーン。はいはい。あ、ついたついた。で、あー、なるほど、曲がってるな。本当だ本当だ、曲がってる曲がってる。へえ、わかりやすいな。
思いっきり右行ってますね。こうまっすぐになるようにしてやれんだ。よし、やってみようか。よし、じゃあ右をまず締めてみるか。変わんねえぞ。ちょっと思いっきり読めた調子見てみよう。おお、このままいいね。え、本当にこんなに違うの？え、こんななの？マジで？全然メモリと違うじゃん。え、メモリと全然違うよ。メモリと全然違うよ。本当に？マジか。これでまっすぐだよね。え、こんなに？でもこれでいいんだ。嘘みたいだな。カメラのせいじゃないよね。うん、こうだこうだ。これでぴったりだ。マジか。あ、いい感じ。すごいいい感じ。すごいいい感じですわ。これでまっすぐにしよう。よし、一目盛りとちょっとだろ。ね、一目盛りいってない。ずっと、全然違うわ。まっすぐだな。これでまっすぐだな。よし、固定します。周り止めを入れて、よっしゃ、残りのネジも全部止めていこう。ブレーキの調整もやらないとな。で、こいつか。すごいな。まだチェーンオイル塗ってないんだぜ。少しオイル塗っていきます。いいっすね。さて、締め忘れないかな。じゃあもう最後にこのリアシャフトを締めたら完了です。リアのアクセルナットは60ニュートン。すごいね、60ってすごいね。ほい、60。硬いぞ硬いぞ。
っちり見えるかな。ここにこっちからのが見えるわ。これこの穴にカバーのこの出っ張りですね、この出っ張り合わせて組み込みます。疲れたぞ、疲れた疲れた、はあ、さあ、あとはプラグ、それと、タペット調整か。こっからだね、こっからが生まれて初めてだね。カムチェーンテンショナーだけすぐ調整しちゃおうか。これすごい簡単だから。こいつですね、こいつネジ緩めて中の棒緩めて